アヤラジャーエキスプレスウェイはシンガポールの南部を東西に走る高速道路である。シンガポールの高速道路で9つ存在する道の中でも最長最古であるパンアイランドエキスプレスウェイと並んで代表格の高速道路といえる。着工1983年、観工1988年、全長 26.5km。東側は ケッペルシティ方面のマリーナコースタルエキスプレスウェイ、中央にはシンガポール国立大学などの教育機関を要し、西側はジュロン、トゥアスなどの工業、倉庫地帯につながり、最終的にマレーシアシンガポールセカンドリンクつまり、マレーシアへの橋に接続する。他のシンガポールの高速道路同様、全面的に緑化されているため、整備された景観が続くが、交通渋滞や、 交通事故も毎週発生している。主要な部分には監視カメラが設置されており、交通違反取り締りや、渋滞情報に使われている。http://www.onemotoring.com。sg, publish, onemotaring, en, on the, r o s traffic cameras, 例 i, html. ありがとうございます。